おお。おめでとうございます。はい。一応貼ってるんですけどね。僕の中で。本当にこのエスパルスに移籍することを決めました。まあ。しか出てこないんです。何にも考えないで来たので、自分が持ってることを言えればと思って、何も考えずに来たので、ちょっと時間をください。時間待っても。この決断に至ったのも、自分が成長するためでもありますし、もう若くないのでチャレンジしないといけないっていうのをすごく思ってたので、こういう決断になりました。でなかなかこう去年は、まあ、試合には少しは出れましたけど、あまりチームのためにはならなかったと。すごくいいチームで8年間できたと思ってますし、すごく楽しかったです。そして僕が入って2年間すごく苦しい2年間でして、レンタル移籍だったり、もうチームになんか必要ないんじゃないかっていう思いをしながら2年間やってた自分を思い出すと、今こうやって皆さんに集まっていただいて頑張ってきてよかったなっていうのはすごく皆さんに感謝しかないです。まだ拍手を最初の2年間は自分たちも多分みんな入ってきたのって思ってた人が多かったかもしれないですし、自分もその一人だったと思います。自分ででもその中でここで諦めて終わりだっていうのは分かっていたし、プロの世界はそれが当たり前だからやらないといけないっていうのは、自分では分かってたので、ここまでできたかなっていうのもあります。その中でサポーターさんの皆さんがどこシュート打ってんだよって言ってくれる人もたくさんいた中で、それが逆に自分の力にもすごくなったのも、やっぱ練習に励むだったりっていうことができたと思ってます。なのでそういう声が自分を強くしてくれたと思ってます。なのでそういう、あまり言われすぎるとちょっとメンタル弱いのでそういうふうに言っていただくことも僕にとっては力になるので、優しい言い方でまた言っていただければもっともっと自分も成長できると思うので、これからもいし、もうどこ打ってんだよって言っていただいていいので、またそういう声をまた聞けるように、しっかりピッチで帰ってこれるようにしたいと思います。で、本当にこう僕は降格昇格っていうのを全部経験させてもらって。J1 降格したときは、J2 降格したときは、もう全く試合にも絡めずに、最後だけ絡めて残れたっていうのもありましたし、J3 降格するときも、全くチームのためになりませんでした。でもその中で J3 を経験して、すごいしんどいリーグだったっていうのは多分皆さんも分かってたと思いますけど、やっぱ勝って当たり前がちょっとこう出てきたりところがやっぱり自分たちの中でもプレッシャーで押しつぶされそうになった時もすごくあって、やっぱり夏になるとチームの結果だったりっていうのが出てこなかった中で多分大丈夫なのかなっていう人が多かったと思いますけど、まあ、僕らは本当に諦めずに最後まで勝利を目指して昇格を目指してやってきたからこそこういう J3 優勝っていうことができたと思ってますし、もう僕も最後優勝決まった時はもう頭が真っ白になって。泣くことしかできなくて、皆さんと喜び合えなかったのがちょっと悔いがちょっと残ってますけど、本当に写真とか見ると皆さんが泣いて笑ってるところを見て、僕はもうそれで本当にちょっと満足はしちゃいけないんですけど、ちょっと満足した部分もありました。本当にこの苦しい時に応援していただいて、何言ってるか分かんなくなってきてるんで分かります？大丈夫ですか？でも、はい、本当に苦しい時も応援していただいて本当にありがとうございました。高校生から大分に来て本当に良かったって思いますし、よくここまで自分も人と喋れるようになったなすごく感じます。でこういう大勢の中で喋るのもよくできるなっていう今は思いますでも皆さんが本当に優しく接していただいたおかげでここまで喋れるようになりました。成長しました僕も一応。でもこれからもまだ続くので、遠くから応援していただければ嬉しいですし、静岡にぜひ遊びに来ていただいても僕は嬉しいので、ぜひ来てください。最高な8年間でした。で親元離れて、親もこう鹿児島から来てくれたりいろいろしてくれたりしてくれてたんですけど、やっぱ自分の親も老いたっていいとこだねって本当に言ってくれて、僕も嬉しかったですし、本当このチームでエンブレムつけれたことはすごく誇りに思ってます。本当に8年間ありがとうございました。俺たちのカレーゴ後藤優介我ウルトラゴー後藤優介俺たちのコレアド後藤優介上ウルトラゴ後藤優介俺たちのコレアド後藤優介上ウルトラゴ後藤